長谷川俊之、長谷川俊之、長谷川俊之、明治24年、1891年7月9日昭和15年、1940年10月12日は、京都府出身の洋画家、歌人。生の読みは、本人の署名に従い、長谷川し太。愛称は、利口。1891年に、京都府京都市山市区で、 伏見警察署の警察官であった、長谷川都市その、テルの五人兄弟の三男として生まれる。家族構成や出生日はいくつかの説があり、はっきりとしていない。和歌山県有田郡広村、現広川町の私立大級中学校、現県立大級高校に入学し文学を志し、同人誌などを発行するも、1909年に中学校を中退する。当時は、 歌や詩に興味を持ち、1919年には、長谷川家足集という詩歌版の歌集を発行している。30歳になる1921年に上京するも、しばらくは大衆小説などを書いていた。いつ頃に絵を始めたか不明であるが、独学で画を学ぶ。自身のアトリエを持たず、思い立ったら絵を描くスタンスを生涯続けた。や二店に落選を重ね、 田辺イタルラ主催の第一回振興用画開展にて田畑変電所が初入選する。関東大震災に被災し、また震災の被害を受けた東京を歌った歌詞ガガを観光後、帰郷し、一時京都で活動する。1926年最上京市、日暮里の日蓮州中山派修練所の離れに暮らす。紹介で高橋新吉と出会い、 前田漢字や里見活動の地具を得る。相光や熊谷森和、麻生三郎、井上長三郎、寺田正明らとの交流が始まり、第十四回二課展で貯牛賞を受賞、精力的に活動。翌1926年には佐伯雄三らの1930年協会展で奨励賞を受けなど、徐々に評価を高めていった。だが、 長谷川の生活は、浅草近辺の貧民街でついた地中絵を描いて、いるか、絵を監禁して酒を飲んでいるかだったという。ついには、友人たちに絵を描いて、送りつけたり、前田夕暮れ、岸田国志ら著名人のところに押しかけて、絵を描き、金をせびったりするなど生活は、荒れ果てていった。このため、知人たちは後世まで、彼については固く口を閉ざしており、その経歴には、 不明な点が多い。40歳を過ぎた1929年以降は、三夜の木鎮宿や簡易宿泊所、旧西軍の宿舎などを転々とし、1937年の二家店を最後に公募店に出店していない。1932年に、詩人や小説家と共に、芸術家グループ、超会、シュルシュル会を結成し、長谷川は、 会の中心的な人物となるものの、一年ほどで自然消滅したという。その後、理解者であった天木敏彦が新宿に開いた天木画廊で頻繁に古典を開いていたが、安酒の飲みすぎで慢性化していた、異潰瘍が悪化すると徐々に体が弱り、また1936年の晩秋頃に泥酔して、タクシーにはねられ、重傷を負うなど、 1939年以降は、ほとんど作品を残していない。1940年5月、三河島の路上で行き倒れになり、養育院に収容される。胃がんの治療を拒否し、同年10月12日死去。この際、手元にあったスケッチブックなどの所持品が全て養育院の規則より、焼却された。翌1941年1月になって、 養育院を訪れた天木俊彦らにようやくその死が知られることとなり、遺骨は天木によって引き取られた。1947年に追悼の短歌集が発行され、高橋新吉、佐藤美勝造、小島善三郎、熊谷徳平、あるいは長谷川を援助した有島育馬らが文を寄せた。30周期を迎えた1969年10月15日、 上野市のバズ池弁天堂に建てられた、年行き日及び隣に立つ火日の除幕式を、画廊ハグロ堂が主催する。画家としての活動は20年に満たないが、その割に残っている作品数は多い。非常に即筆で、1から2時間ほどで、劣気とした油絵を仕上げた。絵の具の物質性を生かし、木ヘラや指などで引っかいたように描いた作品も参見する。色彩としては、 白を好んで使った。1935年からの数年間は、ガラス絵を多く手がけている。見ていた人物の証言によると、ガラスを手に持ち正面を手前に向けたまま反対側に手を回し、裏面からひょいひょいとわずかな時間で描いたという。劇団手織座は、長谷川俊之を描いた演劇として、1967年に第十回公演、落日の果て、 長谷川俊之の反省脚本、高橋玄洋を、朝日生命ホールで上演した。しかし、そのぐらいな生き方や、経歴ゆえに願作が非常に多いことも手伝い、長谷川の作品の評価が進んだのは、死後数十年経ってからである。2009年、第3回、1930年協会展に、出展した絵画のうちの一点、カフェパウリスタが発見され、 2月24日放送の海運。何でも鑑定団で紹介された。鑑定額は1800万円。その後、職員が同放送を見ていたことから、東京国立近代美術館が2009年度に買い取ったという経緯が同番組で明かされた。美術館では修復と科学分析が行われ、所蔵する長谷川作品は、岸田国に像、鉄工場の裏や、 新宿風景と合わせて4点となった。1961年に開かれた個展では短い回帰に100点ほどが紹介された。それから半世紀以上を経た2018年の春から冬に渡り代表作を含む140点前後を集めた規模の大きな回顧展が国内各の五館を会場に開かれる。この長谷川展長谷川レトロスペクティブには 新発見の作品も展示されている。日本橋三越を会場に没後20年を経て開かれた古典。100点近くを集めた。油彩、水彩、素描、ガラス絵で構成。カフェパウリスタの他再発見された水泳場に加え、新発見、白い背景の人物、40年前に公開された夏の遊園地を出展している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。